辛いといえばキムチ、キムチといえば韓国料理、このお店がいいんじゃないかと思うんですよ。ずっと行きたかったふくふくパンちゃんの店、ランチでスンドゥブが食べられるそうで、これ期間限定なんですけど、ヤンニョムケジャンスンドゥブとか、なんかいろんなメニューがあるみたいなんですよ。あのグツグツってなるのがいいですよね。うま辛で心も体も温まってこようと思います。山科にやってきました。私の後ろに見えるあっち側が山川環状、すぐそばにこちらふくふくパンちゃんの店ありましたよ。とても外観おしゃれですよね。地面が白いです。寒いです。絶好のうま辛日和です。店内かなり広々としてますよ。ゆったり座れそうなお席があって、こちらには一人でも大丈夫なカウンターですね。お子さんとか嬉しいんじゃないですか。ゆっくり食事楽しめそうです。メニューがすごいです。私見たことない明太子とかも美味しそう、アプルコギスンドゥブも美味しそうだけど、牛すじ辛さがね選べるんですよ。1から6辛までこう選べるってここに書いてるんですけど、選びました。2辛です。すごいちょっと待って、信じられないぐらいグツグツしてます。ありがとうございます。待って、これは私の地元大分県別府市の地獄温泉みたいなことになってます。伝わるかな。グツグツ言って、うわ美味しそう。あ、最高最高。あ、絶対美味しいやんこれ。すごい牛すじがたっぷり、こんなにこうゴロ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 お肉が出てくるんですね。うん、お肉がほろほろほどけていきました。最高ですね。美味しさ、だしがもうギュッて凝縮されてて、とろっとしたこう濃厚さがありますね。あれ、辛みがね、うまくこう旨味と調和してて美味しいです。この表現が合ってるか分かんないんですけど、食堂が喜んでるここがもう大歓迎してる感じがめっちゃ美味しいですね。なんかよく韓国ドラマとかでも見ますよね、こうやってやってるシーンね。止まらない、永遠に止まらないですねこれ。最高です。あ、なんかちょっと汗かいてきたかも。ちょっと汗ばんできました。体温まる。まさにうま辛ですねこれは。